カラーパープル。2005年12月1日にオープンしたブロードウェイオリジナルミュージカル。1983年度ピュリッツァー賞を受賞したアリス・ウォーカーの同名小説をミュージカル化した作品です。このミュージカルは原作、そして1985年スピルバーグ監督が制作した同名映画からアダプトされていますが、映画は美しい映像を背景に、このミュージカルは優れた音楽を背景にと、いずれも自我の目覚めという原作者アリス・ウォーカーの創作テーマが力強く描かれています。物語は1909年から1937年アメリカ南部ジョージア州の田舎町を舞台に、黒人女性の自我の目覚めを描いた物語。主人公のセリーはわずか14歳の少女ですが、義理の父親による性的虐待からすでに2人の子供の母親になっています。子供たちは父親の手でセリーの元から引き離され、やがてセリーも名も知らない子持ちの男に嫁がされます。肉体的虐待の日々を強いられるセリーの結婚生活に、ある日夫のミストレスシャングの面倒までも強いられるという精神的屈辱も加えられます。しかしシャングはひたむきに生きるセリーの姿にいつしか愛情を向け、やがてセリーの人生の転換の大きな力添えになります。このミュージカル版ではオリジナルストーリーの前半を占める性的肉体的な虐待シーンの暗さを抑え、セリーが一人の人間として目覚めていく力強い姿をジャズ、ラグタイム、ゴスペル、そしてブルースといったアメリカの黒人文化が生んだ独特のチューンとともに重点に描かれています。脚本はドラマを得意とするマーシャ・ノーマン。彼女はナイトマザーで1983年度ピュリッツァー賞ドラマ部門を受賞。つまりカラーパープルのアリス・ウォーカーと同じ年にピュリッツァー賞を受賞しています。見どころは何といっても音楽です。マドンナの音楽で知られるスティーブン・ブレイ、コンテンポラリージャズとリズム&ブルースのボーカリストブレンダ・ラッセル、人気テレビシリーズフレンズや映画ビバリーヒルズカップのテーマミュージックを手掛けたシンガーソングライターアリー・ウィールズと実力者3人がこのミュージカルの音楽を担当しています。このミュージカルの私の推薦スコアは5スター。脚本、作曲、それから演出、ダンス、それから役者の演技、もうどれをとっても大満足なミュージカルです。